はい、皆様こんにちは、友人でございます。本日もプラネットズーの続きやってまいります。前回はこちら滝ですね、作りましたと。でその隣にですね、こちら、あ、ちょうどいいね、今いらっしゃる、アムールトラさんの寝ている姿を見ることができる、場所をね作りましたと。ちょうどいいものの寝るわけじゃなさそうですね。ちょうど今起きたばっかりなところです。これからねご飯を食べに行くそうですのでね、行ってらっしゃい。これから飼育員さんがご飯を運びに来てくれるんですけれども、あれ、アナスタシアちゃん、あれはご飯じゃないよ。今回も引き続き、このエリアをね広げていくのですが、その前に一つ、こちら前回の動画でご紹介したアフリカライオンのコミュニティチャレンジ、その結果をねちょっとご報告しようと思います。私個人の貢献数こちらになります。はい、0匹。1匹もね野生に戻すことができませんでした。正直に言います、あの動画以降このゲームをプレイする時間がなかなか取れませんでした。星評価もご覧ください。結局ね5までたどり着きませんでした。ですので今回は何の報酬もございません。残念。さあそれでは本編をやっていきましょう。本日はこちら、ヒマラヤヒグマさんでございます。彼らの飼育エリアを作ってまいります。ヒマラヤヒグマさんはですね、主にこの赤く色付けされている部分ですね、この辺りに生息しているみたいで、主にその地域の山林などで生息していると。ただものすごくねかわいそうなことに、彼らはですね個体数が激減して絶滅がね危惧されている種であります。地域開発による生息地の分断化、毛皮やその体の部位の密漁など、様々な要因によって絶滅の危惧に瀕していると。この子たちの場合はですね、子グマをサーカスのショーに使うために母親を殺したり、農場の家畜を食べられないように殺したりすることもあると。一部地域では保護活動が行われてはいるものの、結構ねその活動が曖昧な部分もあると。ヒマラヤヒグマさんはですね、いろんな理由があってここまでね個体数が少ない種になってしまったと。そんなヒグマさんの社会性なのですが、どうやらこれまでのアムウルトラそしてユキヒョウさんとよく似ていますね。主に単独で生活し、仲間と交流するのは交尾する時、あるいは交尾相手を奪い合って戦う時だけ。唯一の例外は子供と暮らす母グマだけであると。全くと言っていいぐらい一緒ですね。ただ見ていて面白いのはその繁殖方法なんですね。ご覧ください。オスはなんと尿の匂いでメスの縄張りを探して交尾相手を見つけると、妊娠期間は6ヶ月から8ヶ月で、冬ごもり中も目を覚ますことなく1から4頭の子を産む。お母さんの冬ごもりが終わるまでは、生まれてきた子グマさんはですね、お母さんのお乳を探して、飲んで過ごすと。その子グマさんたちが3、4歳になるまでお母さんと一緒に過ごして、でその後は離れて自分の縄張りを持つようになると。そういった生態の持ち主ですね。そしたら今回もですね、とりあえず1頭だけ購入して、飼育エリアを作っていきましょう。はい、マーケットにやってまいりました。ヒマラヤヒグマさんたち、どんな感じで販売されているのでしょうか。割と私が想像していたよりもね安価なんですよね。この子とかものすごくいいな。数値が全部緑色で金バッジがついておりますね。965保護クレジットで購入できると割とリーズナブルな感じがしますので、じゃあ購入。はい、ということでオスのヒマラヤヒグマさんを1頭購入いたしました。そしたら今回はですね、この辺りを使って、ヒマラヤヒグマさんの飼育エリア作ってまいります。さあそれではまず最初に地形から作ってまいります。こんな感じで、スタンプツールを使って地形をねモリモリさせちゃいます。はい、こんな感じでございます。でちょっと、スタッフ施設を一旦どかしまして、とちょっとこの辺りに避難させておいて、こんな感じで下の道路も伸ばしちゃいますと。よし、まあこんなもんでしょうね。OK。で、この道路をですね、隠すように、トンネルを作るようにですね、地面をさらに作りますと。はい、ちょっとね、いびつな形をしておりますが、とりあえず地形はこんな感じでやっていきます。そしたら続いてフェンスですね、フェンス。ここをスタート地点にして、ちょっと張っていきましょう。はい、こんな感じでフェンスを張りましたと。OK でございます。でもこのね形を見てなんとなくね分かっていただけると思うんですけれども、
今回もですねヒグマさんたちが寝ている姿をね、ガラス越しから見れるようにしたいと思います。そしたらですね先にもうマジックミラーを貼っちゃいましょう。この辺りに柱を立ててここかな、ここにこうして貼っていくと、はい、こんな感じでガラスを貼りましたと。うん、OK ですね。あ、逆だった。違う違う、ヒグマさんがお客さんを見てたって何もならないんだ。お客さんがヒグマを見えているようにしないといけませんね。はい、すいません、直しました。これでお客さんはヒグマさんを見れるようになったと。 OK、 よし。そしたらじゃあ岩などをね設置して先にそれっぽくね仕上げちゃいましょう。そしたら最初にちょっと洞窟の部分とかを作っちゃいましょうか。こうやって細い岩を並べまして、はい、こんな感じですね。とりあえず窓枠をですね岩でね固めちゃいました。ヒグマさん側から見るとこんな感じですね。うん、でそしたらもっともっと岩を追加してちょっと洞窟を作っちゃいましょう。はい、こんな感じで岩の洞窟を作ってしまいました。 OK でございます。そしたらねちょっと変なタイミングですが、ちょっとここでね雪をまぶしておきましょう。彼らもね標高の高い寒い土地に住んでおりますので、雪をまんべんなくねこの辺りにバーッとで、雪を温存するためにクーラーも設置いたしますと。はい、こんな感じで一面真っ白になりましたね。うん、 OK でございます。はい、それでは続いてヒグマさんたちが利用できる充実品を置いていきましょう。たくさんあるんでガンガン置いていきましょうか。これはウィンドチャイム、こすりつけ棒、ローラーフィーダー、このファイヤーホースボール、ダンボール箱、あと匂い袋とかも置きましょうか。はい、こんな感じでとりあえずいくらか置いてみました。でお食事スペースをここに設けまして、あとお水が飲めるようにしておいてと。でさすがにねこれじゃちょっとあれなんで、これらの木のプラットフォームシリーズを使いまして、ちょっとね矢倉みたいなのをまた建てようと思います。そしたらここにベースになる部分を作っちゃいまして、こうして横一面ずらりと、これをもうちょっと伸ばして前に出しましょう。はい、これで床の部分が出来上がりました。続いて丸太の柱を取り付けまして、でちょっとこんな感じで木の柵を取り付けますと。はい、こんな感じで柵を取り付けましたと。であとは床をそのまま複製して、屋根部分を作っちゃいます。こんな感じでずーっと上げて、こんな感じかな。うん、であとはヒグマさんたちが登りやすくするために傾斜の入り口を作ってあげて、とりあえず横に広くしておいてと。はい、こんな感じでミニアグラ完成いたしました。先ほど設置したおもちゃなどちょっとここにいくつか置いてみましょう。はい、こんな感じで数種類ね置きましたと。そうしましたらもうちょっと、自然を盛り付けていきましょう。こんな感じで岩を置いたり、こういうところにもちょっと置いてあげましょうか。よいしょ、こんな感じで隅に木なんかも置いてあげて、下の方にも置いてあげましょうか。よいしょ、であとこういった下の部分にちょっとツタをね生やしてみます。よいしょと、全体を覆うようにしてこんな感じで、はい、こんな感じで出来上がりました。うん、 OK でございます。最後にね洞窟の中に寝床を設置してあげて、でアクセントとしてですねこのような大きな丸太を、こことか、あと下の方にも取り付けておきましょう。こことかに置いてあげれば、はい、完成いたしました。ヒマラヤヒグマさんの飼育エリアでございます。いいですね、我ながらね結構いい感じのものを作れたなと思っております。そしたらですね早速、ヒマラヤヒグマさんのお世話をしてくれる飼育員さんを雇いまして、先ほど購入したオスのヒグマさんを、ここに移しましょう。それでは新しい飼育エリアにポンと。さあやってまいりました。清掃員の方がねこうして運んできてくれましたね。ゲートを通りましてオープン。はい、やってまいりました、ヒグマさんでございます。キャーイ、いやーいいですね、この正面から見た時の顔がね。あ、早速上の方に登ってきてくれてますね。一体何に興味を示すんでしょうか。お、いいね、矢倉に登ってくれた。矢倉に登って何をするのかな。いろんなおもちゃありますよ、好きなので遊んでちょうだい。あの赤いのに興味があるみたいですね。ちょっと見てみましょうか。お、噛んだ、噛んで持っていった。どこへ持っていく。転がす。お、転がす。お、蹴って転がす。え、それだけ。ちょっと新しい環境にまだ慣れてない感じですね。
なんかこう足をねこうピタッてこうくっつけてるのがねすごくかわいい。いやでもよかったらちゃんとヤグラ、おお立派なウンティー。いやさすがですね。あとでちゃんと清掃員さんにねお掃除してもらいましょう。まあとにかくね一安心でございます。ちゃんとねヤグラもねこうして利用してくれて機能していると。で今のところね脱走する気配もないんで、まあ落ち着いてるのかな。うん、そしたら彼の社会性をちょっと覗いてみましょう。ご覧ください、順応度の方 97% になっております。やはりねどの動物にも共通して言える、餌の品質、これさえ上げてあげればよりね順応度を 100% に近づけることができそうです。さあすっかり夜になってしまいましたが、ヒグマさんはちゃんとベッドで寝てくれるのでしょうか。お、向かってますよ。おお、すげえ。あー、ちゃんと寝る。あ、寝そうっていうか寝てくれ、寝てるとこ見たい。あーやだー、かわいい。いやー、かわいすぎる。これはたまんねー。ちょっと夜のせいではっきりは見えないですが、いやー、これはこれでなかなか貴重な姿ですよ。うん、ちょっと今のうちに肉球をねちゃんと見ておきましょうか。いやーいいなー、くすぐってみたいなー。まあでもさすがにそんなことしたら怒るか。この飼育エリアに来て初めて一日を過ごしたわけですけれども、だいぶ生活エリアの環境にも落ち着いてきたみたいです。いやーよかった、本当にほっとしました。はい、皆様いかがでしたでしょうか。本日はですねこちらのヒマラヤヒグマさんをお出迎えして、彼らの生活エリアを作りました。そのおかげでですね、だいぶこの東側のね、あの雪のエリアも充実してきましたね。うん、特に何の問題もなければですね、この調子でどん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 エリアをね拡張していきたいのですが、あのちょっとやりたいことがありまして、それが何かと言いますと、これまで作ってきたアムウルトラさん、ユキヒョウさん、そして今回の、ヒグマさんに共通して言えること、まだね彼らのね赤ちゃんを見てない。そうなんです、彼らの赤ちゃんを見てみたいんです。まあユキヒョウさんに関しては以前見たことがあるんですけどもね、もう一回見てみたいと。ですので次回はですね、彼らの赤ちゃんを見てみようという回になると思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。次回の動画もねぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。それでは。